今回は昨年になりますかね、御柱、ここ今現場になるんですけど、ここから搬出されたもの一部現場にあったんですよね。それを譲り受けた先輩がおりまして、まあそれをねお預かりしてたんですが、これですよね。このカツラの半分に割れたもの、まあ結構ね大きい巨木ですよね。ここどびきで出したんでしょうね。この辺が砂がついてたり しました。で、まあまずこの辺をねちょっとワンカットして少し平ら面を出します。今回は製材内容とすれば、全部をこの幅広方向で5センチにスライスしていく形です。そうですね、多分ねこれまあ鮭大きめきだったんで、まあ鮭ちゃったか割ったかっていうのは私だと定かではないですが、まあ目通り木目の通りは綺麗なカツラになりますよね。ただ反対側はこんな形なんですよね。やっぱねその下げた時のどこがこうデコボコ入り組んでたり、ここの今左指やるかな、ここのとこは結構ね深く入ってたりしました。だから5センチにスライスしていくんですが、最後のとこまでなんとか1枚でも多く気取りができるようにセットをしていきたいと思います。まあね今回ね実際使うものもお聞きしてるんですが、多分全部だと量的にかなり多いんで、まあそうですね、残ったものテーブルに使われたりだとか何かで使えるように一応そうですね、取れる限り枚数は多く取ってきます。で今ね最初の砂がついてた引きずったんじゃないかっていうとこ一面カットした後、まあねうち、まあ、他の機械もあるんですが、ちょっとね異形材とかは手動の方のこちらの機械で今日は製材した形です。それで最初のカット面を出していくんですが、そうですね、再起画像で出ましたが、反対側の裂けた面結構凹凸でこぼこしてましたよね。で現地ドローンであれを測って、どのくらいのクリアランスがあるかだとか、どのくらい中に入ってるかっていうのを見ればいいんですが、まあ、私の目利きで大体のとこを狙ってるとこですね。で今こっちの表情の方を出していくんですが、少しねあと手前側を15ミリ出してみようかなっていうので、今もうワンカッターの修正引きしていきます。これで大体面を整えて最初のスタートのとこですね、これからバックの方のクリアランス、これだと受信に近くなる方ですかね、受信側です。で受信側の一番デコボコしたとこをもらったとこまで一応想定ですが全部引けるようにセットした形です。枚数がですね、まあこのカツラが置いてあったんですね、うちのところのドバニっていうか。でそうメインのこれはね、あと今回使われた御柱の方の残りの一番太いところになるんですが、以前使われたもの、それもね引き上げて御柱休めになったもの、それもね引かしてもらったんですが、そちらはね仲間のところの今新しい工場っていうか増築してるんで、そこで今柱に何本か使わせてもらってる形ですね。でこれはね、まあ、逆に言うと新しいものの方、まあ、新しいっていうか、まあ、今シーズン切ったものになるんですが、最初に用いた時に実際使われるとこの境内っていうか神社のとこ行かしてもらったんですけど、すごく彫り物が多かったんですよね。彫刻的なものですよね、欄間的なとか、言い方はちょっと間違ってるかもしれませんが、要はねこのカツラっていう木がそういうことに適材ってことなんでしょうね。まあね私はあっちこっちの樹種を引かしてもらったり、特殊な加工の場合は外材も引かしてもらったりして、依頼うちの場合だとほとんどチンビキなんで持ち込んでいただいたものを加工してる形になるんですが、これはね割にノコの通りは良かったですよね。で同じ樹種を見た時に例えば A っていう方と B っていう方いた時にね、使用の用途がねエリアによって違う時があるんですよね。こっち側だったらこの木はこう使うとかっていうのが結構あったりするんですが、まあねこの木でが私のところの工場に置いといたら、よく聞いたのがやっぱりその細工に使うっていうのをよく聞きましたね。で今木目的に綺麗に色が入っていると思います。まあ実際はちょっとね弱くなったり浮き古しっていうのも
まあ、お気を許しというほどでもないですけどね、あると思うんですが、前回の動画でも少し言ってましたが、言ってましたがじゃないですね、私ですからね、私が言ってますが、地域の先輩たちに言わせると、私のとこだとよく栗とかで、それをね腐らしたもの、そういう腐ったとこが白くなったとこを抜いて、そういうのがもともとの欄間の原型になって、それから残った赤身のとことか鎖から残ったとこ、そういうとこから形取ったっていうようなことを言う先輩たちもいましたね。で、桂も同じように使えるんじゃないかなってね、今ちょっと思ってますね。少し古くなって弱くなった木目とかが出てきてるんですけど、そういうとこを切り抜いて、ただね、この辺はね私も全然やったことないんで、また機会があったら、製材屋だから製材がメインなのであまり細かい動作はしないんですが、またちょっと誰かそういうやる人がいたら教えてもらおうかなと思ってます。そうですね、いろんな模様がこう出てきますが、一部ね節が多い木とかっていうのはそういう木目が弱い木目が入りやすいっていうことはありますね。節から流れる木目、それがね要は鎖が入りやすいんですよね。でそういうとこはこうある面排除してというか、土にかかりかかってるとこを、柔らかい木目のとこを取って、でそれで残ったとこ、まあそうするとね、やっぱり自然の流れるようないい雰囲気出しますからね。で今回ね、これカツラ結構大きいですよね。私はあんまりねこの木を私のエリアであんまりないので引いたことなかったんですが、まあ今回はね引かしてもらって本当勉強になりました。まあ今回ね使用の用途、それのね必要量を持ちに行った時に御柱休めの木とこれを持ち帰ってきたんですが、現場にね、まあ、実際は少し残ってたんですよね。御柱のメインのもの、それからカットした残りとかって、残りという言い方で合ってるかわからないですが、ありますよね。それがねまだ現場に残っていて、それをねまだ譲ってもらえることには話がなってるんですが、現実論で根っこの方も持てていいよとかっていう話をこの前いただいてはいるんですが、そういう時に一般の方だとどうしようかな、そこまでいらないよとかって思うかもしれませんが、うちの方だと少し頭がかしがってるんで、まあ前にも言ってますがちょっとね変わってるらしいです。ちょっとそこに登ってく道が、今回ねセミオートマのトラックで行ったらちょっとね登りきれなかったんですよね。切れないやつがちょっとオートマのランプがついちゃったりして、で幅的にも入れなかったんで、今回ね現実論で言うと小さめのオンボロですが、4駆のトラックを今ね仕立ててるところです。でそれを作ったらその根っこを掘り返しに、息子たちまで借り出していこうかとは思ってます。まあねなんかねその根っこが使えるっていうこと、それで作った作品とかがどっかにあるってことでしょうね。私もね現物見てないんで、ぜひ使え使えって先輩たちが言うんで、まあ仰せの通りにスコップ持って山にトラックできたら行こうとは思ってます。で反転してギリギリのラインを狙ってきます。ね、現実論だとここの中だともうねへこみのとこで取れない、なんでへこみは裏側には残っちゃいます。ただテーブルとかカウンターとかにした時に表面の平らだけ出れば大丈夫ですよね。で後ろ少し欠けたとこが残ってたりしても、ね、そこも踏まえてギリギリのラインを狙ってここでももう一枚取ってきます。まあ一番最後にねここをカットしてるっていうのはやはりね土だとか何がついてたとこっていうのはノコを痛めるんで一番最後にここをカットしていく形ですね。でね現実的にもうまくいきましたね。ここもうねちょっとね向こう強い光当てれば透けるかもしれませんが、一応ねこういうへこみのとことか残ってるんですけど、一応表面はこんな形。私ねこういうのすごい好きですよね。その時こういう状況で例えば抜刀の時に伐採でですよね、少し何て言うんですかね裂けちゃったとかっていうのがあったとしても、そういうのもね裏側に残ってると、まあみんなで眺めた時また思い出がその時蘇ったりしますからね。